ヤング映像クリエイターを励ます賞は、30歳以下のディレクターやプロデューサーを育成するために創設され、今回が23回目となります。全国のテレビ局や制作会社の応募作品の中から、 NHK 秋田放送局のさよなら秋田港の貨物列車を制作した庄司ジョナさんが最高の賞にあたる経済産業大臣賞を受賞しました。また努力賞には ABC 朝日放送地上の接吻第7話を制作した桜田淳平さんが選ばれました。